遠くで煙が立ち上っているようだ。結城さんが手配してくれた機構長を飛ばして現場を探そう。状況は緊迫している。早く墜落の位置を確認するべきだ。
事故現場が見つかったな。幸いにも中に飛行士はいないようだ。もし衝突前に抜け出したのならまだ近くにいるはずだろう。見つけた。きっと彼女が救助すべき人だろう。忌み物に囲まれている。急ごう。君も気をつけてくれ。あなたたち、ここはとても危険です。早く逃げて停泊しに行き救援を頼んでください。セーゲイが危険な状況にいると伝えてもらえませんか。セーゲイさん、心配する必要はない。俺たちはこれ以上にもっと危険な目に遭ったことがある。その程度送ってやろう。誠意はなしだ。もっと、お薬の時間よ。余計な。平気よ。剣に連鞭は不要。モンスターがうようよと。もう少しの辛抱だ。予想外の出来事がなければもうすぐ運気軍が到着するだろう。皆さんは早く逃げてください。このモンスターたちすぐには登ってこられないはずです。セイゲイさん、バカなことを言わないでくれ。俺たちは君を残して逃げたりしない。あなたたち、今までご苦労。私も助太刀するわ。運気軍、陣を組め。戦闘準備を。制限、もう少し耐えて。今助けるわ。平気よ。地上よ、来たれ。ダンス、戦闘準備。こっからが本番だよ。乗ってる？悪い子ね。余計な。その程度。送ってやろう。私が守る。この曲をあんたに。もっと気難そうそう。チャンスだよ。
お注射の時間よ。お薬の時間よ。剣に連鞭は不要。チャンスだよ。もっと。まさか天白氏の舵取り自らが現場に出るとは思いもしなかった。本来なら今頃は紫神宮で公文書に目を通していたでしょうね。でも母親としてじっとしていられなかったわ。娘が自分の実力を見誤って自ら危険な目に遭い、さらには貴賓に助けられるなんて。聖下、命の恩人たちにお礼は言ったの？ありがとうございます。いや、礼など不要だ。大したことはしていない。いいえ、これは天白氏の職分よ。なのに英雄たちの身を危険にさらしてしまって本当に申し訳ない。あなたたちのおかげで聖芸は無事だった。言葉では言い表せないほど感謝しているわ。だからこれから紫神宮でお茶をするっていうのはどうかしら。お礼としてご馳走したいし、お二人と親交を深めたいとも考えているの。俺たちも泉州をより理解して友情を深めたいと思っている。そういった機会をもらえるなんて光栄だ。では先に失礼するわね。聖芸の身勝手な行動でお二人の手を煩わせてしまったことを再度謝罪させてちょうだい。ごめんなさい。お母さんっていつもそうだよね。敬意を聞かずに先に私を叱る。さっきは緊急事態だったの。助けることができるのは私だけだったから。聖芸、あなたは私と約束したはずよ。この件に関しては帰ってから話しましょう。見苦しい場面をお見せしてごめんなさい。ではまた後で。玉空にああいった一面があるとは思わなかったな。君の観察眼はいつもユニークだ。確かに外見だけでは泉州の長命種が俺たちの数倍も長く生きていることなど誰にも想像できないだろう。聖芸さんのような親しい人と話している時に見せる悩みと関心だけが玉空も誰かの母親であることを意識させる。ああ、俺もかつては子供の勉強や明日の食事のメニューのような他愛のないことで悩む父親だったからな。しかし理解できないこともある。確かに聖芸さんは勝手に精査を運転し危険な目に遭ったが功労も確かにある。なのに彼女に対する玉空の態度、何か事情があるらしい。まあ
この話はここまでにして、早く四神宮に行った方がいいだろう。舵取りを待たせるわけにはいかない。四神宮に入った後はそんな風に急に大声を出さないように気をつけてくれ。俺たちは天白氏の舵取りに招かれたんだ。友達の家に遊びに行くのとはわけが違う。外交の場ではより品格のある言動が大切だ。よし、もう時間がない。出発しよう。まだ早いし、どこかへ行く？どうして私の言うことが聞けないの？私の人生の話だからだよ。私に才能があるって知ってるくせに、私はラフで一番の飛行士になれる。お母さんのようにね。才能？あの二人がいなければあなたはとっくに死んでいたわ。星槎を盗んで飛んだ時は楽しかったでしょうね。でも忌み物に囲まれた時はどうだったかしら。たった一秒でもあなたを失う私の気持ちを考えたことはある？みんな天白氏でゆったりとした職に就きたいと思っているのに、あなたって子は私にちゃんと働くって約束したわよね。あなたは天白氏の規則だけじゃなく親子の約束も破った。お母さん、何回も言ったでしょ。仕方ない状況だったの。一度だけでもあなたの天白氏の役に立ちたかった。毎日机の前に座って終わりが見えない書を処理してるだけなんて嫌。私には合ってないよ。戦闘艦飛行士の試験の時、私最高点を取ったでしょ。みんな私のことをお母さんに劣らないほどの天才だって褒めてくれた。さすが玉雲様の娘だって羨ましいって言ってくれた。でも彼らは私がこっそり試験に参加したことを知らなかった。だってお母さんに知られたら絶対に許可してくれないもの。そうね。もし私がダメと言っていたら、あなたは試験会場に行くことも戦闘艦に乗ることもできなかったわ。天才、二度と私の前でこのことを口にしないでちょうだい。本当に理解できないわ。どうしてそこまでして飛行士になりたがるの？私だって
私の考えを理解してくれないのか、わからないよ。この世界では誰もが飛行士になれるのに、舵取りの娘だけはダメなの？そんなふざけた話なんてある？お母さんがもう飛びたくないと思ってたとしても、私を止める理由にはならない。私はお母さんに飼われている鳥じゃない。セーゲ、どこに行く？見苦しいところをお見せしてしまったわね。本当にすまない。タイミングが悪かったようだ。あなたたちのせいじゃないわ。私が場をわきまえてなかったの。ごめんなさい。人のプライベートを探るのは本意ではないが、何か悩みがあって俺たちが役に立てそうなら遠慮なく言ってくれ。ただの家庭の事情よ。さっきの話は少し聞こえたかしら。セーゲーはずっと戦闘艦の飛行士になりたがっているの。でも私は反対していて、彼女には事務員としてちゃんと働いてほしいと思ってる。独善的に見えるかもしれないけど、彼女がモンスターに囲まれている場面を想像するだけで尻尾が震える。おかしな話よね。北条の連合軍、活性化した星、どんな窮地も体験してきて、自分は恐れを知らないと思っていた。あなたたちと一緒に戦っていた時に改めて思い知ったの。この世には私を恐れさせるものがあるんだと。ごめんなさい。こんな話は客人の気分を害してしまうわね。今日お二人を招いたのは列車への理解を深めるためよ。このようなさじで場の空気を悪くするなんてよくないわ。お茶菓子を用意しているの。お詫びの気持ちとして二人とも最上級の臨演酒を召し上がれ。星の海を渡る七死人の話はとてもためになるわね。この贈り物は娘を助けてくれたお礼として用意したものよ。受け取ってくれたら嬉しいわ。天白氏の人から聞いたことがあるんだ。玉空様はラフでも一二を争う飛行士で、運気軍の切り札だと。あの弓を引く姿を見る限り、噂は本当のようだ。機会があったらセーサーを運転する神業も目にしたいと思ったよ。舵取りは忙しいだろうから、俺たちはもう失礼しよう。これからも頻繁に交流できることを願ってる。ベルトさんを失望させることになりそうね。空はもう私がいるべき場所じゃないの。どうやらあなたはまだまだ話し足りないようね。いつも予想外のことが起きたときにあなたたちに会うわね。
次はもっと良い雰囲気の場で請求列車の皆さんにお会いしたいわ。命を救ってくれたお二人に改めてお礼を言うべきだったのに、また見苦しい場面をお見せしてしまって本当にすみません。あなたもそう言うんですね。あんな激しい言い方は逆効果だって分かってはいるんですけど、私はもう成人しているから夢を実現させる自由があるはずです。でも母はまだ子供だと思っていて、私を縛りつけ自分の庇護下に置こうとしているんです。まるで母のそばから離れたら私は一瞬も生きることができないみたいに。セイゲンさん、君の家族の問題に口を挟む立場ではないが、俺の経験から言えば、親という身分は人を頑固にさせる。岩石の形を変えるには毎日根気よく水滴を垂らす必要があるだろう。だから今日のように爆発するよりは、自分のことは自分で処理できると辛抱強く行動で示した方がいいんじゃないか。母は道理をわきまえている人です。でも飛行士の話になると途端に筋が通らなくなるんです。母はおもちゃの精査を隠し、港で飛行船を見ている私を引きずって机で読書するよう無理強いしました。それでも何とかして天白紙に入りましたが、母の手配によって私は事務仕事をやる羽目になりました。毎日千夜通りを歩いているときに自由に飛んでいる飛行船を見ると、心の中が空っぽになった感じがするんです。おう、ごめんなさい、お腹も空っぽだったみたいです。さっき母がお出ししたお茶菓子はどうでした？今日は大騒ぎしていたので怒りでお腹が空きました。何も食べていないんですよ。母が良いお茶菓子でおもてなしをしたなら、私も何かしなければ。なので精査会を案内させてください。ラフの美食を味わってもらいたいんです。
泉州ラフで一番有名な美食はなんと飲み物なんです。この自動販売機で売っています。ごめんなさい、私はただの事務職なんで、お二人にご馳走するお金がないんです。見てください、ソーダ闘獣です。一人一本でお願いしますね。味は独特かもしれませんが、私はとても好きなんです。俺も飲んでみよう。ああ、懐かしい味がするな。あなたの故郷にも似たような飲み物があるんですか？いや、一口飲んだ時に列車に乗ったばかりの頃、姫子が入れたコーヒーを飲んで食道が裂けるようにその時の感覚を思い出した。あなたはどうです？お口に合いそうですか？同じで、自分が好きなものを他の人も同じように受け入れてくれるとは限りませんよね。飲めそうにないなら無理をしないでくださいね。他の場所を見て回りましょう。精査を鑑賞するのにぴったりな場所を知っています。人生とはそういうものなんだ。どんな人間でも実際に飲んでみるまで自分がそれを好きか嫌いかなんてわからない。唯一無二の経験はリスクのある選択の中に隠されていることが多いんだベルトさんは母とは大違いですね。母はいつも、一度空を飛んでしまえば振り返ることなんてできない、飛行士は死と共に飛んでいるって私に言うんです。母の言葉は正しいって分かってはいるんです。戦闘艦の飛行士はとても疲れるし危険な仕事です。それでも星の間を飛び回り、広い銀河の中で青春同盟のために戦いたいんです。セイゲイさんはどうしてその夢に固執しているんだ？お二人は古族の子試しという風習を知っていますか？生まれたての子供の周りに将来を表すものを並べるんです。玉鳥をつかむとその子は将来牧者になると言われています。刀剣をつかむと戦士になり功績を立てることができると言われ、おもちゃの精査をつかむと
その通りです。母はおもちゃの精査をつかみ、まれなる飛行士の才能を見せました。成人したばかりなのに将軍様に登用され、運気軍に入り戦闘艦の飛行士になりました。母は数々の奇跡を起こしました。密集したホリジンの対空火力の中で豪雨をかいくぐり、飛ぶ弓矢のように立て続けに3層もの銃艦を追撃しました。そんな人物の娘であることを私はとても誇りに思っていました。物心がついた時から私も将来は母のような伝説を作りたいと考えていたんです。その気持ちはわかる。子供にとって親はいつだって英雄だ。そして英雄のイメージは往々にして子供の人生に影響を与える。さっきの物語は母が直接聞かせてくれたものじゃありません。第三次北条戦争が終わってから今に至るまで母は精査に乗っていません。それどころか自分の戦績について何も言いません。子供の頃、私は見よう見まねで精査を運転し、いろいろ極端な操作を試しました。そして私には母と同じ才能があると証明したんです。だって私は生きていただけじゃなくて、無事に精査を停止させることもできましたから。その後、母の前に連れて行かれた時、私は褒めてもらえると思ってすごく喜びながら自慢したんです。ところがあの時、初めて母のあんなに怖い表情を見ました。未成年が精査に乗るのは悪いことです。でも母はあの時それについて怒ったわけじゃなくて、私が母を目標にしたこと、そして同じ才能があることに対して怒っていたように思えました。私にはその理由がずっと理解できないんです。親は子供の安全を願うものだ。俺には君のお母さんの気持ちが少しわかる気がする。でも飛びたい、それが私が唯一したいと思えることなんです。私はすでに空に触れてしまったから。今、母の秘書の結城さんからメッセージが届きました。私を助けに行った時に母がいつも身につけている装飾品を開成校で落としたそうです。結城さんはその装飾品を見つけ出し、母に返して仲直りしたらどうかって言っています。開成校で落としたのか。うん、なら俺たちも同行して一緒に探そう。こんなことでお二人の手を煩わせてしまっていいのでしょうか。その通りだ。お二人ともよくしてくださって本当にありがとうございます。今度
必ず美味しいものをたくさんご馳走しますね。忌み者と戦った時、辺りは混乱していました。母が落とすとしたらここら辺のはずです。セイゲイさん、装飾品の特徴を教えてもらえないか。使用した小物のはずです。母がずっとそういった装飾品を身につけていたのを覚えています。どうやら今回の件は君の専門分野のようだな。君の鋭い観察眼には目を見張るものがある。この件は君に任せた方が絶対に安心だ。なんだかエーシュゲイヤに生息している鳥のことを思い出しました。綺麗な羽があるけど飼いならすことはできない。カゴの中に閉じ込めるとすぐに死んでしまうからです。空を知った鳥はカゴの中では生きていけません。人痘、これも以前誰かが落としたものなのか。あの時は運気軍もたくさん来ていたからな。いいえ、これは模型です。元気を撮影するときに使う小道具でしょうか。冗談を言わないでください。落としたのは装飾品ですよ。どうやってこんなものをずっと身につけるんですか。しかしこの陶磁器自体はなかなか精巧な作りをしていて綺麗だな。これは確か先住吉祥門と名付けられていたような気がする。ウェルトさんは本当に博識ですね。いや、ただの受け売りに過ぎないさ。
それは母が常に身につけていた装飾品ですが、中にこんな小さなものが入っているなんて初めて知りました。純種の希少？これは飛行士が星座の中にぶら下げるものです。飛ぶ時の幸運を祈る品なんですよ。おそらく君のお母さんにとってとても大事なものだろう。セイゲイさん、送っていくから君が直接返すといい。そしてこの機会に彼女としっかり話し合うんだ。いいえ、もう少し待ってから帰ろうと思います。それと帰る前にお二人に手伝ってほしいことがあります。君のお母さんの説得を手伝えというのなら少し難しいな。家庭の揉め事を他人が処理することはできない。いいえ、誤解です。私はただ母が何を考えているかを知りたいんです。一体何が天才飛行士を、飛ぶことを愛していた人をあんな風に変えてしまったのでしょうか。これを肌身離さず持っているということは、今も自分が飛行士だった頃を懐かしんでいるんでしょう。なのに母はもう飛ぼうとはしない。それどころか私が戦闘艦の飛行士にならないように反対している。なるほど。事情を知っている人にそれとなく話を聞くことくらいなら俺たちにもできるかもしれない。先にケイゲン将軍に聞いてみよう。新作府のケイゲン将軍は公務で忙しい。俺たちに会ってくれるとは限らないが、試す価値はある。玉空は彼が抜擢したと聞くし、誰よりも昔のことを知っているはずだ。将軍様ですか？直接将軍様にお伺いしてもいいんでしょうか？あ、でもお二人は将軍様の気品でしたね。しかしお二人にとても迷惑をかけているような。大丈夫だ。もし玉空が空を飛ばない理由が分かれば、彼女がセイゲイさんを戦闘艦の飛行士にしたくない理由もわかるだろう。この件に関して俺たちは直接君の手助けをすることはできない。だがもしかしたら君のお母さんを説得する突破口なら見つけられるかもしれない。心配する必要はない。それではお二人にお任せしますね。私はしばらく星座界を散策しています。今はまだ天白市に戻りたいと思えなくて。まだ早いし、どこかへ行く？
ベルトさん、それに君も来るとは。新作府に何か用事でも？緊急の用事ではないんだが、ただ玉空のことを少し知りたくて来たんだ。玉空？ああ、天白氏の事務員が聖者で救助を行おうとした結果、危険な目に遭い、二人の種族のために助けてもらい、事なきを得たという報告を受けている。ラフを代表して君たちに礼を言おう。だが珍しく玉空がカンカンに怒っているようで、この新作府の部屋にいても騒いでいる声が聞こえてくるほどだ。なるほど、あの親子の面倒ごとに巻き込まれたのか。玉空はかつて才能ある飛行士だったと聞いたんだが、娘が同じ道を歩むことを拒絶しているらしいと。そういった問題は当事者の口から答えを聞くことに意味がある。そう思わないかい？もちろん、君たちがここに来たのは玉空がその理由を語らず口をつぐんでいるからだろう。もし聖芸殿の好奇心を満たしたいなら、話題から少し遠ざかった方がいい。飛行士としての玉空について何が知りたい？聖芸からこれらの話を聞いたかい？懐かしい限りさ。遠い昔に運気軍に速度違反で摘発され、私の前に連れてこられた子族の娘が、今は私と対等の立場にある舵取り様になっているとは。もし当時の自分に、この小娘は経験豊富で慎重な舵取りになると言っても信じないだろう。当時の玉空は今のように書き仕事に追われて疲弊し、書斎に座っていられるような人ではなかったよ。彼女の性格は烈火のようで、吹き止まない風のようでもあった。彼女を片時でも静かにさせることができたのは、あの戦友だけだった。ああ、比較的大きい戦闘艦は二人の飛行士が対になって動かすんだ。一人が舵を取り、もう一人が武器を操る。王者とも言えるほどの飛行士の伝説には、同じ腕を持つ軍備士が必要だ。玉空と組んでいた女性、その名は、西翼という。戦闘艦を操るにしても、火力を掌握するにしても、西翼は
氷の刃のように研ぎ澄まされていて、余計な感情を持たなかった。性格が真逆だった二人の息がぴったり合うだなんて想像すらできなかったほどだ。泉州の空軍に大打撃を与えたあの戦いがなければ。これは低級の使命の生物。どこでこれを手に入れたのか詳しく聞いてもいいだろうか。この生物は玉空が肌身離さず持っていた装飾品の中にあったんだ。聖芸さんから一時的に預かっている。だから玉空の当時の話や、それから彼女がもう飛ぼうとしない理由を聞こうと思ったんだ。この生物はただの工芸品ではない。血と涙の証を明記したものだと言える。君たちは泉州が星の海を遵守していたことについて知っているだろうか。少なくとも北条戦争という言葉は聞いたことがあるはずだ。泉州が不死の忌み物を排除し、同時に北条の忌み物の軍団が何度も戦線を突破し、泉州を危機に陥れた。30年前に妖精と宝庫、2艘の泉州が敵に包囲されてね。同盟と北条の民の長い戦争の歴史の中で、あの空中戦は最も悲惨な戦の一つだと言える。何倍もの数を誇る北条の忌み物を相手にし、100万に近い戦闘艦の飛行士が命を懸けて戦ったんだ。生きて戦場を離れることができたのは10万にも満たなかった。だがこの敗北を喫した戦争の最後に低級の使命が現れた。経典の荒野が北条の忌み物たちを倒していなければ、ラフは今無事に航行を続けてなどいないはずだ。これらの生物の材料となるのは低級の使命が戦場に残した余人。生き残った者にとって、その中にはかつての戦友が流した血、敵の怪人、そして自身の記憶が散りばめられている。玉空はその戦いの生き残りなんだ。そして彼女の親友である西翼は異郷に骨をうずめることになり、帰ってこられなかった。もう聞きたいことはない。感謝する。玉空がもう飛びたくないと思うほどの心のわだかまりを持っていたとしても、私には憶測しがたい。ましてや彼女の古傷をえぐりたいわけでもない。自分の過去を簡単に捨て去ることができる者などいないだろう。玉空と西翼は生死を共にした親友だった。彼女はおそらく
自身たちに関する思い出を心に留めているに違いない。この件に関して私は口出しをするべきではない。しかし聖芸には過去を知る権利がある。彼女の未来を左右する話だからね。慶元将軍、感謝する。このような些細な話で時間を取らせてしまって本当に申し訳ない。ベルトさん、それは違う。これは親子が互いを理解し合うために必要なことだ。些細とは言えないよ。私に言わせれば、新作府にある山積みの書と多すぎる会議こそが些細なことだ。それでは俺たちは失礼する。聖査会に行って聖芸さんを探そう。まだ用があるのかな。来てくださったんですね。母は機嫌が悪いようで散歩に出かけました。はい、多分私のせいです。君たち親子はそっくりだな。はい、喧嘩のたびに私たちは気分転換をするために散歩に出かけるんです。
ただ私は正社会の一方へ、母は逆の方向に行くんです。そうすれば喧嘩後にすぐに顔を合わせなくて済みますから。そうですか。私はなんだか馬鹿らしいと思いますけど。話を戻しますけど、将軍様から何か話を聞くことはできましたか？君のお母さんは君に何も話していないのか？私は母の話を知りたいと思っているんです。でも母は話をそらすか聞こえないふりをします。おそらく母の過去の経験が一生治らない傷になっているんでしょう。だからそれを理解してからはもう聞かないようにしているんです。そうだ、玉空は君に必要以上の名声を自身のように背負ってほしいとは思っていない。生死を分ける戦場では才能や評判など何の意味もないからな。つまり母は信用を失った傷を思い出すから私に飛んでほしくないんですね。私に才能があるからこそ母は恐れてしまう。私が親友の二の舞になるんじゃないかと。俺が君のお母さんの考えを憶測して語ることはできない。やはり親子で直接話し合う方がいいだろう。ベルトさんの言う通りです。ただその前にいくつか確認したいことがあります。将軍様がおっしゃる過去はおそらく四神宮の書庫に保管されていると思います。昔母があるものを大切そうに書保管庫にしまっているのを見たことがあるんです。確か日記のようなものでした。その日記の場所に心当たりは？はい、なんとなく覚えています。でも四神宮には多くの書がありますから、お二人にも探すのを手伝ってもらえないかと。俺たちは部外者だ。四神宮で書を探すなどあまりにも無礼すぎる。セイゲイさん、探し物は手伝えないが一緒に行くことならできる。どうする？すみません、配慮に欠けていましたね。この術算機は使えそうです。よし、
検索しますね。歴代舵取りの個人書は見つけました。見に行きましょう。ここにあるはずです。どれどれ。見つけました。これが母の日記です。セイゲイさん、それは君のお母さんの個人的な日記だ。俺たちは見ない方がいいと思うが。大丈夫だと思いますよ。もう何十年も前のものですから。それにお二人にとっては人生の半分以上も前のことです。いや、それでも俺は読むべきではないと思う。君がここでセイゲイさんのそばについていてあげるといい。俺は少し離れた場所で待っている。はい、わかりました。本当に大丈夫だと思うんですけどね。私の記憶によれば飛行士の生活に関する感想が書かれていただけだと思います。ベルトさんは確固たる一線を持ち、絶対にそれを超えない性格の方ですよね。一目でわかります。一緒に読んでみましょう。もしかしたら日記から何かわかるかもしれません。君たちは何をしている。舵取りの大事な娘さんがよそ者を連れてここでこそこそしているとは一体何事だ。君たちが手に持っているのは何だ。何、玉空様の日記だと。大胆にも程がある。玉空様の個人的な日記まで読むのか。しかも玉空様の娘さんと一緒に。
君たちは全く。亀井さん、怒らないでください。これには理由があるんです。事情は理解した。聖元さん、玉空様が飛行士にならないよう君を止めていることに関して納得できずにいるのは知っている。だが玉空様には考えがあって。顔面さん、あなたの話も理解できます。でも今は自分が飛行士になれるかどうかよりも母がどんなことを経験したのかを知りたいんです。どんな出来事が天才飛行士である母を今の舵取りである玉空に変えたのかが知りたくて。僕も結構長い間ここにいるから、気になることがあるなら直接僕に聞くといい。勝手に資料を漁るのはいい行いとは言えない。この生物、僕の記憶が正しければ玉空様がずっと身につけていたものだな。あの戦いが無事に終わったのは帝宮の使命の加護があったからだと聞いている。玉空様がまだ飛行士の装飾品を持っているとしたら、彼女はずっと空を恋しく思っているんだろう。空を恋しがっているのに、母はどうしてもう飛ばないんでしょう。西翼さんの死は彼女にとってあまりにも大きな打撃だったんだろう。それについては僕に聞かず、君の母君に直接聞くべきだ。西翼さんか、覚えているとも。一二を争う軍備士で、彼女と一緒に飛びたい人は数えきれないほどだった。彼女の夫、コーエンさんは飛行士だった。夫婦で戦闘艦を操縦している姿は羨望の的だったよ。しかし、彼女と一番相性が良く一緒にいたのは、君の母君だ。彼女たちが一緒に出撃した回数は、コーエンさんと一緒に出撃した回数よりも多かった。特にコーエンさんが戦死してから、西翼さんは君の母君以外と組むことはほとんどなかった。残念なことに、しばらく経たないうちに西翼さんも帰らぬ人となったんだ。飛行士の人生とはそういうもので、いつその飛行が最後の一回になるかはわからない。西翼さんの死は玉空様に大きな打撃を与えた。あの戦いの後、彼女は習わしに従って西翼さんの遺品を提出せず、自分の元に残し、時々取り出しては眺めているそうだ。どういう意味だ？先週人である僕の唯一の長所は長生きしていることだ。目撃した出来事はあの命が儚い古族の飛行士たちよりも多い。結局あの天才たちはみんないなくなった。僕が唯一できるのは、たまに思い出して他の人が彼女たちをすぐに忘れないようにすることだけだ。西翼さんの遺品はどこに置いてあるんでしょう。とにかく先ほどのお話を教えてくれてありがとうございます、亀井さん。いいんだ、君にとっては相当重要な話だろうからな。僕にはわかる。これから君たちは玉空様の仕事机を漁りに行くのだろう。
セイゲイさん、君の気持ちはよくわかる。僕は何も知らないかのようにここから離れよう。上司の私的な話が明らかになる場面に立ち会わないのも社会人の基本的な教養だからな。今日僕に会ったことは絶対に母君には言わないでくれ。わかっています。早く行くといい。もう少しすれば玉空様が戻ってくるだろう。ん？君たちまだ何か用か？玉空様はすぐに戻ってくるぞ。やめてくれ。これは僕が見ていいものじゃない。僕には渡すな。確かにそうだが、君子たるもの人目がなくとも自分を律する必要がある。やっぱり他の質問をしてくれ。僕が答えられるような質問をな。母は仕事机の中に多くのものを入れています。少し探さないといけませんね。それがこの仕事机の特徴なんです。極めて簡素な設計で超大容量の隠し引き出しを実現しているので、多くの事務員がこの机を使っています。机の左右、それから下側に隠し引き出しがあります。どこから探しますか？タコ、それから個人的な手紙、あと世の言葉を嫌うという題名の本が一冊あります。母はこういった小説を読んでいるのですね。もっと豪胆なものが好きなのかと思っていました。でも私たちが探しているものはここには入っていないようです。机の左右、それから下側に隠し引き出しがあります。どこから探しますか？中に書物が入っています。もしかしたら私たちが探しているものかもしれません。あ、これは戦死した兵士の書です。母は彼ら一人一人の情報をそばに置いているのですね。幼い頃から飛行士たちが凱旋するたびに、母はいつも私に勝利の代償を決して忘れないでと言っていました。でも私たちが探しているものはここには入ってないようです。机の左右、それから下側に隠し引き出しがあります。どこから探しますか？見つけました。この冊子は母の日記とよく似ていますが、どうやら西翼さんのもののようです。
り、私は母の養子で、西翼さんこそが私の本当の母親だということですか。内心なんとなくそんな気はしていました。でも真実だと知らされると、やはり夢を見ているような気持ちになります。あの子を空に触れさせないで。これが母が私の夢を、戦闘艦の飛行士になることを拒絶する理由なんでしょうか。飛行士は飛び立つ前に一番大事なことを誓います。それは仲間を乗せて帰るということです。母は仲間を乗せて帰ることができなかったから、もう一人の西翼を絶対に生み出さないと誓うしかなかった。母にとって私は娘であると同時に、西翼さんに対して果たせる最後の責任でもあったんですね。私は自分の夢がそれほどまでに母を困らせていたとは思いもしませんでした。どうしてかは分かりませんが、この日記を読んでから母がもっと近い存在に思えてきました。血のつながりはないけど、今までより母のことを理解できるような気がします。お願いです、もう一度一緒に来てくれませんか。母とちゃんと話がしたいんです。よかった、ありがとうございます。用事は順調に終わったか。どうだった。分かった、そういうことなら俺たちは君と一緒に玉空のところに行こう。だがいくら俺たちが手助けしたいと思っても、君が話している間俺と彼女は口を挟むことなどできない。に立っていてくれるだけで私は勇気をもらえるんです。母は機嫌が悪いと魚介門が見えるところに行って気分転換をするんです。今も母はそこにいるはずなので、行ってみましょう。お母さん。セーレ、どうしてあなたたちもここにいるのかしら。
セイゲイさんは熱心な人で、俺たちに聖茶会を案内してくれたんだ。道中で彼女が母と仲直りしたいが少し恥ずかしいと言っていたから、余計な世話だと知ってはいるが、ここまでついてきた。そうだったの。娘は子供っぽいから、あなたたちには気を使わせてしまったわね。お母さん！もういいわ。遅い時間だし、話があるなら帰ってからにしましょう。実はお母さんと話し合いたいことがあって、何が何でも私は戦闘艦の飛行士になりたいの。その件については何回も話し合ったでしょ。ダメなものはダメよ。でもセイゲイさんはためらっているようだ。こんな時は君のような同年代の子が背を押してあげた方がいいだろう。口出しをするべきじゃないって言っていたのに、ベルトはやっぱり我慢できなかったみたい。さて、どうやってセイゲイの背を押そう。セイゲイの思い出によると、玉空は戦闘艦の飛行士だった頃のことをひた隠しにして、娘が自分と同じ道を進むことを望んでいない。一体なぜ。でも今話すべきことはこれじゃない気がする。この生物は玉空の遵守への信仰心を証明している。セイゲイはこれこそが玉空が戦闘艦の飛行士の生活に対して未練を抱いている証拠だと考えていた。でも今話すべきことはこれじゃない気がする。セイゲイの生みの親である西翼は玉空の親友だった。玉空は凄惨な戦いの犠牲となった彼女の娘を養子にした。この思い出したくもない出来事が玉空の心に刺さった棘になっているのかもしれない。でも今話すべきことはこれじゃない気がする。あの凄惨な戦いの後、玉空は大きな苦痛を背負うようになった。セイゲイに戦闘艦の飛行士になってほしくない理由はそこにあるのかな。でも今話すべきことはこれじゃない気がする。これは西翼の日記。どうして。なるほど、そういうことね。セイゲイ、ごめんなさい。私はあなたの夢を応援できない。なぜなら私はもう別の人に誓いを立てているから。許してもらおうとは思っていない。でも弁解させて。言ってるの？私たちは親子なんだから、許しとか弁解なんて必要ないでしょ。お母さんの話は何だって聞くよ。昔の話よ。私はあなたと同じように空に対して憧れを抱いていた。私はあの感覚を知っている。
宇宙を航行すると周りには広々とした空があって、その遠くは想像できない不思議な景色ばかりだった。星の海でポツンと浮かぶ船のように漂うことを孤独だという人たちがいたわ。でも私たちはそれを自由と呼びたかった。西翼もそんな人だったわ。私たちは幼い頃から仲のいい友人で、捕まって将軍様の前に連れて行かれるまで星座を運転してはいろんなところで騒ぎを起こしていた。その後私たちは天白士きっての戦闘艦飛行士になったわ。あの頃の生活は楽じゃなかったし、むしろ残酷と言えるものだった。傍らにいる友人が寄港できるか永遠にわからない。もちろん自分が寄港できるかどうかもわからなかった。でも私にとってあの頃の思い出は人生の中で最も素晴らしいものなの。情熱が飛ばしり、大空で戦い、悪を打ち、正義を貫く。孤独の一生は短い。なら、誉れあることのために燃えるべきでしょう。今日の宙域は快晴。飛ぶのにもってこいの天気ね。今回の相手はホリジンの主力艦隊よ。そんなに興奮しないで、少し冷静になって。何よ、1年の3級で技術が鈍ったの？自信をなくしたとか？そんなことないわよ。あなたってばしばらく私と一緒に飛んでいなかったからすごく興奮しているのね。そんなに私に会いたくてたまらなかったの？その通りよ。死ぬほど会いたかった。あなたがいないと宇宙が一回り小さくなったように感じるの。でも西翼、あなたが戻ってくるとは思わなかったわ。戦闘艦の操縦はあなたにとってそんなに魅力的なの？すごく魅力的よ。辛い上にお金も稼げない。毎日命を危険にさらして、ラフには一年の中で数回しか帰れない。それでも、もう一度選べるとしたら、私はまた戦闘艦の飛行士になるでしょうね。だって、私はもう空に触れてしまったから。脳って不思議な器官よね。200年ほど生きて、ほとんどの雑談は忘れてしまったのに、その大したことのない話だけは一言一句覚えているわ。だってそれが私と西翼の最後の雑談だったから。西翼、頑張ってね。西翼、目を開けて。西翼、彼女だけは戦
の飛行士にしないで。左翼、彼女はあなたの娘よ。あなたが直接言いなさい。もうすぐ助けが来る。目を開けて、聖兵が待ってるわ。公園はもう死んでしまったでしょ。あなたまで聖兵の前からいなくなっちゃダメ。目を覚まして。最悪、最悪ってば。最悪。燃え盛る聖者の残骸の中から私が這い出した時、血も涙もない星の大気に飾られていない空が見えたの。あれは私が見た中で最も美しい空だったけど、感じたのは耐え難い悲しみだった。私は無力な蟻のように地面に這いつくばって空を見ているしかなかった。夢の中で私はその日に死んだの。その話をしてくれるのは初めてだね。でもお母さん、私はもう無知な子供じゃないよ。戦闘艦の飛行士になる、それは残酷な道だけど、覚悟はとっくにできているの。だから私は尻込みしたりしない。生みのお母さんと同じ道を進むのも怖くない。私が犠牲になることで泉州の民が幸せになるなら、私は喜んで死ぬ。あなたは本当に最欲によく似ているわ。だからここ数年、あなたが優秀になればなるほど私は怖くなっていったの。あなたがすでに覚悟していることは知っている。でも私はまだ覚悟できていないのよ。あれらの残酷なことが起きても私の心は折れてはいない。私、西翼、そしてあなたの父である公園は、入隊した時からとっくに覚悟はできていた。でも西翼を、数十万の戦友を奪ったあの戦いで、私たちがどうやって勝ったかは知っているかしら。それは帝宮の使命の矢で。そうよ、帝宮の使命の強力な恩恵は一撃で忌み者たちを一掃してしまった。私たちはそれらの侵攻を防ぐためだけに何十万の命を犠牲にしたのよ。帝宮の使命にとって、敵を倒すことが息をするのと同じように簡単な行為なら、私たちの犠牲は何だったっていうの。アイオーンの偉大なる力のもとでは、凡人の犠牲なんて一生に付す程度のものに過ぎない。取るに足らないことなのよ。お母さん。でも私は自分の恐怖のために他人の代わりに決断を下すべきじゃない。たとえその人が私の娘であっても。
私はあなたの人生にあまりにも乱暴な形で手を出してしまった。ごめんなさい。母親失格ね。お母さん、謝らないで。謝らなくていいから。明日手続きをするわね。昔の西翼と同じように、まずは地上勤務から始めなさい。あなたはきっと立派な戦闘艦の飛行士になれると信じてるわ。あなたが私と同じ道を進むことを心配し、西翼と同じ道をたどることに怯えた。でもそれがあなたの選択である以上、私は全力で応援するわ。あなたが後悔するまでね。お母さん、最後にちょっとしたお願いがあるの。言ってみて。私、一度でいいからお母さんと一緒に飛びたいな。それはダメよ。私はもう飛ばないわ。それはどうして？だって私はもう空に触れてしまったから。
舵取りの座についてからこうして空を眺めるのはいつぶりかしら。見飽きたはずの風景なのに何度でも感嘆してしまう。空は本当に高くて遠い。ええ、とても気に入ったわ。でも残念ながら今の私は空に属さない。いつか再び空に抱かれる日が来たとしたら、きっとそれが私の最後の飛行になるでしょうね。ありがとう。正直に言うと、列車に来てからあなたの生活が羨ましいと思い始めたの。こうして広大な宇宙を満喫できる上、頼もしい仲間まで傍らにいるんだもの。これからもお互いのことを大切にしてね。